我々の実力を見せつけてあげましょう。作戦開始です。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日は機動戦士ガンダムアーセナルレースまたまたやっていきましょう。今シーズン2回目ですね。今回はデコイ編成でちょっと遊んでみようと思います。まずは両面攻め、オーライバーのリックと、バーニンの、ザクでいきたいと思います。バーニンのザクの方はデコイ使えますんで、そちらうまく使えたらいいなと思ってます。あとモモの方の防衛の逆式もデコイ使えますんで、そっちもどっかで使いたいと思います。さあ相手も両面攻め、まずは右の方からいくか。マニーの方のザクもいるから右の方デコイだらけにしようかな。ちょっと奥に出してデコイ出して、これでね殲滅がもしこっちに来ても先にこれを相手することになるだろうし、時間稼げるかな。で左サイドはやっぱオーダイバーのリクの火力は怖いので抑えてきましたね。ハンディゼーターなら火力も出るだろうしすぐ撃破されそうですけど、意外とこのバーニーもね火力ありますんでね。よし戦術技いける。戻ってくる間に潰そう。希望はまだある。だからこいつを叩き込めばただじゃ済まないはずだ。よしこのまま突っ込んでやる。よしこれだけ振り回せば。このザクもね意外と火力出るからね、気がつくと拠点ボロボロにしてること多いから。あーどうしようかな。左サイドちょっと敵のサザビーの火力意外と出てんな。あーこれ以上はまずいか。ちょっと防衛いきます。白っ子と安いコストのゼーターです。これである程度防げればいいんだけど。で右サイドもう白っ子弱ってるから、ここはナイチン投入していきましょう。まあリンクのためにあのクリス乗せてます。まずい、このままじゃやられちゃう。これで撃破して前線上げていきましょう。これでみんな落としてあげる。敵の攻撃に備えてください。お前がいなければ。いや防衛いてもお構いなしですね。無理やり降りに来てますね。おっとバーニー落ちちゃったけども、結構拠点はズタボロ。さあナイチン射程圏内、おっ戦術でいける。さあオールレンジも使って防衛と拠点確実に壊そう。さあ爆射使ってきたけどデコインが肩代わりしてくれました。おっと左が折られましたね。これは予想外だった。ただもう相手のサザビーもズタボロなんで、まあ、殲滅出してきたとしても左サイド、まあ、防衛落とされても、まあ、制圧はもういなくなるかな。よし右は OK。 さあここはもう一気に行きましょう。必ず絶対に俺にできるから。リック投入してもう防衛が出てこない。この間に、まあ、2防衛ってことはないでしょこの状況なら。私を見捨てたというのか。もう1枚がちょっとわからないままだけど、まあ見ておけ。よしここはモモを戻そう。俺はあなたを押しのけてでも前に進む。見せてくれお前の力を。トランザム、いっけー。さあリクの火力は結構出せるからね、そのまま攻撃。負けられない。やられっぱなしってわけには。よしこれで防衛モモがまあ戻れてれば大丈夫かな。ちょっとでも時間稼いでればこの間に落とせるはず。 OK。 もう終わりにしよう。これがみんなの思いだ。
な。はい、というわけでここからは後取りでございます。今回はデコイを試してみようかと思って、百式とザク2回の方を使ってみました。まあまあ良かったんじゃないですかね。まあ機体の方もうまくリンクシリーズごとで発動できたかなってところで、まあナイチンゲールだけはちょっとダメでしたけど、まあそれ以外はうまくリンク発動できてたかなっていう感じしました。でデコイの方ですけど、まあ途中で爆射、相手のゼータの爆射とかもちゃんと防いでくれてたし、まあ、ちゃんと事前に設置して嫌なとこにこう置いとくっていうのがやっぱ大事なのかな。それができてれば結構役に立ってくれるのかなって感じはしました。防衛としても、まあ、デコイこう使ってましたけど、まあ、時間もどれくらいちょっと時間持たせられるのかはっきり分かんないけど、まあ、それ次第ではデスサイズいつも使ってるんですけど、隠密で時間かけさせようっていう相手にこれもありなのかなって気がしました。こういうこの百式とかも全然使えるのかなって気がしましたね。はい、まあそんなとこかな。本当はねもう一個のアビリティの方、コウラキのフルバニアンの方についてるアビリティの方もちょっと試そうかなって思ったんですよ。先にそっち実はね、まあチャレンジでどれぐらい回避してくれんのかなって試したんですけど、まあ攻撃全然避けてくれなくて、あこれ実戦で使ったら全然ダメなやつやと思って、まあその辺がね理由で、今回はデコイ編成を収録したという感じになりました。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。失礼します。